まずこの度の受賞に際し心より、えー、審査に携わった先生方、財団の関係の皆様に御礼申し上げます。えっと、私ども、えっと、ミニシティプラスでは、えー、様々な活動をしておりますが、えっと、今回はジュニア編集局という、えー、プロジェクトについて、えー、ご受賞をいただきました、えっと。私たちの活動団体の理念は町に そこに暮らす町にす住む人みんなでえ関わる人たちみんなで作り上げていくそこに子どもたちもえ関わっているはずだというような形で、えー、事業を進めております主にはいくつかあるんですが主には3つここに書かれているような内容でして、えー、っと子どもが作る仮想の町ミニ横浜シティだったりあるいは大人のちづくりの現場に、えー、っと子どもたちが参画するというようなものもあります 今回受賞いただいたのは、この中の地域を子供目線で取材、発信していく、えー、ジュニア編集局というプロジェクトになります。ジュニア編集局は最初の動画でもご説明させていただきました通り、えー、っと子供たちがいろいろな街に出て取材先を開拓し、話を聞いてきて、えー、紙面にまとめる活動です。 一年を通して、子供たちは町のいろいろなところに出かけていったり、ああいうところで取材したいねというような形で、リアルにいろいろな方々と出会い、それを記事にまとめていくという活動になります。最後にはこのような形で、子供たちの学校にも配布されるような媒体になります。また、石巻、 や他の町でも、えー、とこのような活動をしているグループがありますのでそこの子どもたちと一緒にこのようなメディアシンポジウムなんかを続けながら、えー、と同じような仲間同士の横のつながり海外にまでも広げて、えー、と子どもたちは活動しています、えー、とこのような社会状況ですが子どもたちとともにこれからも、えー、とこの活動は続けていきたいと思います 最後にこの活動を支えてくださっていただいてます、えっと、たくさんの関係者の皆さんに、えー、厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。